モンハンフロンティア、最初からやってみたパート6、やっていきます。前回はクアルセクスを倒したところで終わりました。これでハンターランク4のキークエを全て終えたので、今回はハンターランク5に上がる緊急クエからやっていきます。何を借りに行くのかな？サソリ。え？アクラバシム。その選手が緊急クエのターゲット。さーて、帰ると。というわけで早速やっていきましょう。なんか生えてきたこの物体がバシムの尻尾先端です。このクリスタル松ぼっくりデイモノを誘い込み捕食する。サソリが誘い込み。近づくと今のように暴れるので離れましょう。これがアクラバシムです。別名微小活。行動、体質ともに特徴盛りだくさんな、非常に個性的なモンスター。見た目はただのスコーピオンだけど。いやっついっす。実際虫嫌いのオニャの子から苦情が来たこともあるらしい。しかしながら虫好きのユーザーからは好評。人気投票結果も上々。モンハンのサソリって希少種より希少だしね。早速めまい。フィーチャーウェポンのスタンチアップが相変わらず猛威を振るう。スタンチ UV 破壊できないから今回に限っては楽効果だけどな。こやつの V 破壊はいろいろと特殊です。右の5箇所破壊可能ですが、尻尾切断は最初できません。まず頭と両爪を壊す必要があります。早速頭を破壊。しかしこれは付着してた結晶が壊れただけです。ここからさらに、本体である口角を破壊しないといけません。2段階破壊というわけです。しかも結晶は打撃以外、口角は斬撃以外はまともに通らない。つまり最初は打撃で結晶を剥がし、その後は斬撃で口角を破壊するというのがセオリー。斬撃で結晶を、打撃で口角を破壊することも一応可能だが、ソニク質な上に昼道が激減するので極めて面倒。昼道が軽減してもダメージは減らないから、低体力個体だと破壊しきる前に倒しちゃうことも。そして玉系統はそもそも破壊不可なのかな多分。試した覚えないのでよくわからんが。ザンダ両方ほぼキッス。パーティープレイ前提って感じね。後にザンダ両立要素がいろいろ出たからソロでもいけるようになったけどね。で、頭と両爪をすべて2段階破壊すると、ようやく尻尾切断が可能になります。ただし体力 40% 以下でないと切れません。そしてさらに条件がもう一つあるんですが、それについてはまた後ほど。尻尾の松ぼっくりを投げてきました。食らうと結晶やられという状態以上になります。この尻尾からの体液ビームを食らっても同様に結晶やられになります。行動を大幅に制限され、スタミナ最大値が一気に最低まで落ち、一定時間後に爆発して致命傷を食らうという状態以上。えげつな。アクラの体液は空気に触れると即凝固する性質を持っている。これが行動制限の理由。ぶっかけられた体液が固まることで動けなくなるわけですね。アクラの体中に見られる結晶もこの体液が固まったものである。さらに体液には疲労物質や爆発性の化学成分などが含まれている。スタミナ減少や爆発の理由がこれ。ついでに麻痺性の神経毒も含まれている。そのせいか尻尾突き刺しとかを食らうと麻痺るよ。その他にも非常に豊富な栄養が含まれている。しかもアクラはこれら成分を自在にコントロール可能。状況に合わせ成分を調節することで極めて優れた適応能力と耐性を得ている。耐性の凄さはゲームでもしっかり反映されてます。まず属性がほとんど無効、状態異常も大半無効、さらに高速アイテムもことごとく無効。罠が効かないので捕獲も不可能。気絶と爆破くらいですかね。まともに効くのは固有種もびっくりの体勢。しかしながらオジバトラスにとっては餌に過ぎない模様。実力的には固有級とは言い難いかな。バシムは大衰退と大発生を繰り返してるのだが、その原因がオジバによるものという説がある。オジバさんもっと聞いてどうぞ。ひっくり返りました。きめえ。頭と両爪、それぞれ2段階破壊するごとにこうなります。前述のもう一つの尻尾切断条件ってのがこれ。つまり頭と両爪を完全破壊し、体力 40% 以下で、なおかつひっくり返ってる時のみ切断が可能なのです。切れないまま復帰されると、アクラは自身に体液を吹きつけ破壊された部位を一部修復してしまう。またそこの破壊からやり直しになっちゃいます。体液万能すぎない？そしてたとえ切断に成功したとしてもまだまだ油断できません。尻尾食べたり水剣使ったりするからね。ちなみにこの人吠えます。形態変化するごとに。ああそうなんです、形態変化って要素もあるんです。部位破壊するごとに起こります。
形態変化するごとに技増えたり動き速くなったり、体液の色変わったり、それによって入手素材も変わったり、特徴が多すぎて解説しきれません。気になる方はご自分で調べろください。しかし全然部位破壊できんかったな。お供だけ二段を任せるのはやっぱ無茶だったか。狙いが適当極まりないからな。何はともあれこれでハンターランク5です。上位からスゴーデに昇進です。やったぜ。ようやくサソリから解放される。やったぜ。次は何行くのかな？口直しにエッチー系かな？ホラー系。え？血を糧とするホラー系を借りに行きます。さあて、帰ると。というわけで早速やっていきましょう。あれ、なんか防具変わってない？あーうん。エフィーさんがくれました。コルーデシリーズです。コルーデ？キルト肩でもコルーの？私すでに凝ってるんだけど。なーに巨乳アピール？いやそんなつもりは。こんな感じの軽装なんでコル心配は無用かと。あーでも反乱後のお祝いにもらったってことで、防御力やスキルは今まで来てたクボより上です。防具意識をタダで。相変わらず気前良いっすね。あと素材もまた大量にもらいました。かの有名な固有種の防御も8枚もらいました。フロンティアにおけるストッパー素材の代名詞として有名。昔は誰もがこの素材を防御に求めたんだよね。防御そんな素材を8枚もタダでもらえる。いい時代になったものだ。今はもう簡単に手に入るから微妙な気分だがな。需要自体も暴落している。いましたあいつです。全血流キルラキルだっけ？違うが血流バルラガル。前述通りその名の通り吸血性の竜。早速ドスイオスを吸血中。吸われたドスイは天に召されました。またすぐ湧いてくるけどね。毒ブレスですね。ドスイを吸ったことで毒属性になり、毒攻撃をしてくるようになりました。吸血を行い、吸った血に応じて属性を変化させる。これがバルラガルの特徴です。有毒生物を吸血して平気なの？血栓と呼ばれる区間により、毒素が体内に浸透しないように循環させているため平気。そのせいか毒と麻痺は完全無効です。チャンクスタンプ。アシカドウには当たったかな？ハンターランク5になったことで秘伝書の新アクションを使えるようになりました。ハンマーの場合その一つが今のため4ジャンプスタンプ。超強力。当初は残念性能だったが後に強化された。そしてもう一つがこのランダー。これも超強力。当初はゴミのような威力だったが後に強化された。せっかくの新モーションがことごとく使い物にならなかったわけね最初の頃は。一方双剣の新モーションはぶっ壊れていた。ひどい格差だ。狂気の格差社会だね。おっとこれは脅威だったねだはは。その無駄父剥ぎ取ってあげよっか漆黒層。あんたの双剣までもがぶっ壊れないようにね。遠慮しときます。潜り方もホラーチックですね。でも BGM はやたらかっこいい。スゴーデランクの沼地汎用 BGM 底なしの F。かなり人気の曲。スゴーデ樹海汎用に引き続くこれもぜひ輸入をなしゃす。どっか壊れたらしいがどこかわからん。毒麻痺が無効な代わりにスタンはなかなか狙いやすい。しかしながらくねくねして頭狙わせてくれない。ずるい。しょうがないので背中あたりに適当にランダー。V 破壊も一応狙えるし。下、頭、前足、背中、尻尾を破壊可能で、それぞれに破壊限定素材が仕込まれている。粘土。まあ背中素材は使い道ほとんどないが。え、マジで。下ってどうやって壊すの？吸血中を狙うしかない感じ？おっしゃる通り。むずくない？下はやばいから普通にいけちゃうよ。吸血を多く繰り出してくれる個体ならね。全然してくれない個体は知らん。そして壊せたとしても、GQ の場合専用素材が出る確率は 12%。転移種ではこの下破壊についてはいろいろ改善されてます。あ、NPC が捕まりました。このように吸血行動はハンターに対しても仕掛けてきます。フロンティア初の高速攻撃です。防御力無視の強烈なスリップダメージを与えてくる危険な攻撃。漆黒面を葬った技だね。思い出させないで。その時の映像がこちらです。おい。これって下で吸ってるの？そう。管状の下を突き刺して吸血している。突き刺すだけでなく、振り回した際の威力も凄まじい。とある振り回し攻撃時、小型モンスターがバラバラになっちゃうほど。厄介なのが来ますねこの予備動作は。一応距離を取ってみるが。やはり食らうか。広すぎる。血の霧です。
血が武器につくからということなのか切れ味を下げられます。ハンターから吸った血を巧みに利用してますね。血のり置いてるね。他の血液攻撃も同様に切れ味低下効果付きで面倒ですが、この切りは超範囲超判定で特に回避困難。音爆弾で予備動作中に確定キャンセルできるので忘れずに持っていきましょう。まあ私はサービス終了までキャンセルできること知らなかったがな。だから今も音爆持ってません。ドスランを吸った場合も同様に血液攻撃を行うようになる。エリア移動されました。珍しく。5分以内に仕留めきれなかったか。ものすごいタフだね。合手だからね、今までのよりはそや硬い。その名の通り棒のもの、最高ランク、エンドコンテンツに当たる個体だからね。はるか昔のな。今の食らうのか。なかなかの判定、格闘も普通に強いんすよねこの人。物理技代わりと多彩かつ独特。ホラーなイメージばかり抱いてると肉弾戦の苛烈さに驚くかも。呪術回戦かな。しかしドスイー来ないな。今は動画的に来てほしいんだが、ドスイー来るまでは生きてて粘るさん。はい、ダメでした。ご視聴ありがとうございました。漆黒そうばかりね。漆黒さんのイラストが一番多いからね。やはり父か。